藤波、チュニリ。藤波は6回からマウンドへ。先頭打者へ四球を出すと2塁打、右前敵地だと2連打で失点。さらに冒頭でもう1点を許した。その後は後続をフライアウト3つに仕留めたが、防御率 9.37 となった。24球を投げてストライク15球。7月に14日以来3試合ぶりの失点となった。メジャー昇格へ結果が求められる。1回1四球2安打2失点だった。キャッチャーとの相性悪いの続くなど、真ん中構えてストレートだけやってくれんと。 DFA であってクビではないんやね。 3A におったんか。 DFA で退団したと思ってたわ。日本の藤波韓国の子。嘘く。真ん中に投げられるまでかかしを立たせて練習しろ。もうずっと変わらんのか、悪化してるのかすらわからん。ストライク入った数を書かれるプロって一体。もう30なんだから結果しか求められない。阪神さんの投手は甲子園と審判の恩恵なくなるから全く通用しなくなるな。甲子園で投げてる高校生の方がゲームメイクできそうだわ。はい、誹謗中傷。ご視聴ありがとうございました。